いやもうこの辺が全体的にガチガチになってます、はい、どんな感じかって言ったら冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じになられてるんですね。で特にこの辺でこの辺が痛かったよね、はい、でこれって何かって言ったら季節の変わり目っていうので痛かったりするんですね、うん、なのでそこを、まあ、今から緩めていくんだけど今からがめちゃくちゃ痛いんです、はい、でこの背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いです。でそれが取れてくれると首の疲れとか肩の疲れとかも取れてくれるので、はい、だから今からしっかりやっていきますからね。今からが本番頑張れ今からが本番さあファイト。もう痛いあー痛いこれが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。実はまだ悶絶生態ね進化しちゃってこうやってこうして逃げられないようにするっていう変な技を。ちょっとこれ動画公開してない新しいやつだからね。見てないですね。それ初めてだって今年に入ってからやりだしたから。考えつくねよく言われます。人ってね痛いと笑っちゃうっていうの分かった。こんにちは、悶絶整体三つのぶでございます。ここからね先ねマイクの音がちょっとね、ブツ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 いう音にが入ってきちゃったので、私の音声ガイダンスで変えていこうかなと思ってます。この方もね細い方でねやっぱりすごく痛がられてるんですけども、初めもね痛がってるね動画はね2分ぐらい流してましたけれども、それはねやってたんですけれども、ちょっとね音声がねちょっとおかしくなっちゃったので、痛がってるね動きを見てね楽しんでください。やっぱりねふくらはぎがねやっぱりねあの冷えるとやっぱりね硬くなったりとかね、ほらすごい足痛そうな感じしてるでしょ。まああの叫んでるんですけどねブツブツいう音が鳴っちゃってね、どうも見づらいのでねこの音声に変えててますけど、ここをねぐい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 押さえてあげるとかなり効果的で、やっぱり好きな人はねここをね押さえてほしい人多いんですよね。で特に下半身が疲れる人ですよね、あのはここをね押さえてほしい。でここが緩むとやっぱりね太ももも緩みますし、で太ももが緩むと、背中の方も緩んでいってくれます。なのでね皆さんね肩ばっかり凝ってるっていうのね気持ちわかるんですけれども、やっぱりね足からしっかりね緩めていってあげるっていうのが悶絶整体マックス2の考え方ですよね。なのでねまああの肩ばっかりね やる施術もいいですよ。それは私もわかりますけれども、こうやって痛そうなふくらはぎもしっかり緩めてあげる、まああまりね好かれることないですけれどもね、ここをねしっかり緩めてあげると本当に腰痛に効いてくれます。私もね正人先生にね、悶絶整体受けたりとかします。悶絶整体マックス2受けたりしますけど、やっぱり太ももふくらはぎがね硬くなってるんですよね。でそこをねやっぱりしっかり緩めてあげるとやっぱりね効果的なんですよね。では皆さんもねここをね、ご自身でね、まあ、毎回言ってるね、あれなんですけども、ストレッチポールとか骨盤職人とかでぐいぐい押さえてあげるようにするだけでもかなり効果的です。またこの膝裏が痛そうな動きしてるでしょ、これがねやっぱりね効果的なんですよ。何言っても
でこの膝裏ってなかなか抑えてくれるお店さんとか少ないですから、まあ、それを、ね、しっかり緩めていく。でこれが、ね、今から、ね、反対側に置いてマックス2です。今からがマックス2。今から太もも触っていきます。ほら、痛そう痛そう、逃がさない、痛そう痛そう。ここはね、やっぱりね、椅子に座られる時に、当たって硬くなっちゃう場所なんですよね。いや、痛そう痛そう痛そうですよね、うん、ちょっと音声入れてみるか。ちょっと待ってね。これが腰痛と膝痛によく効く場所ね。特に椅子にこうやって座り続けるとずっと圧迫されているので、どうしてもね、やっぱ腰痛とかなりやすいね、ここ。想像してた斜め上行ってるでしょ。行ってます。ここ、うわ、私は痛くないと思ってました。みんなそう言ってたんだよ。で、うちの店はもう中山先生その説明してるの聞いたことあるけど、痛すぎて二度と来ないか。先生やっぱそれっつって、うん、ずっと来るんだ。どっちかにね。はい。あ、足なんかぬくもってきたでしょ、はい、ここ。ああ、うわぁ。逃げてしまう。そう、逃げちゃうんです。足もあると思うと思う。そうなんだよ。もう怖い。もう怖い。もう怖い。これ、うわ。私は大丈夫だと思ったのに。足下げられるとね、やめて先生、怖い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 ってなっちゃう。マジで。あ、なんか取ってくれた。で今から、はい、お尻を触っていきますって、はい、頭からこう神経が出てるって、お尻の疲れを、まあ、腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが結構多いんですね、はい、なのでしっかりしていきますって、私がわざわざ説明したってことは。そう、めちゃくちゃ痛いんですよね。ああ、じゃあ行くよ。うお。はい。
はい。